はい、今日はですね、GoPro9 が入ってきたんで GoPro9 の紹介をしたいと思います。うちバイク屋さんなんですけど、オズモアクションこれも販売してます。で GoPro も販売してます。なんでまあ、ぜひ買いに来ていただきたいんですけど、ここでねどっちがいいのっていう話が出てくると思うんですよね。で、実を言うと僕7も持ってるんですね。でも7ほとんど使ってなかったで8は買わなかったんですよ。でも今回ちょっと9はちょっと使ってみようと思って買ってみたんですね。で、何を言おうとしてるのかをいつも忘れてしまうので、メモを書いてきました。はい、これを見ながら話せばね忘れないんじゃないかなと思って、まずですね GoPro9 今回買った理由、それがですねまずその両面モニター、水平モード、ハインドサイド、この3つのポイントがちょっと気になって買ってみました。で何が違うかっていうと、この両面モニターに関しては、よいしょ、こっちにもあるんですね。でこっちにもあるんですね。で7にはないんですよ。で8にもなくて、で今回の9からついたと。でオズモアクションにもついてるじゃないかという話なんですけど、ここにちょっとした違いがあって、オズモアクション、ちょっと今出てはまあ普通にモニターがあって、後ろのモニターがついてるときは前がついてないんですね。でここをタップするか、ここを長押しするかで切り替わるんですね。 GoPro に関しては両方同時についてるんですよ。なので基本的にそのバイクに乗りながら撮影するっていう観点で考えたときに、ここは基本ハンドルマウントなんで、ハンドルマウントしてて、で前を撮ってます、こっちの景色を撮りたい、後ろを撮りたいってなった時に、これいちいちこう長押しして、あグローブなんでねちょっとタップで切り替えができないんで長押しするしかないんですね。その間ハンドルから手を離さにゃいけんっていうことになるんで、信号待ち中にするとかになるんですけど、ポイントポイントでこうキュッキュッってこうステを向きを変えてねやりたい時に追いつかないですよね。それじゃあでそういう時にやっぱり両面こう同時についてるっていうのはありがたいっていうことですね。そこのところがオズモアクションよりもこっちの方がいいかなっていう、まず1点で、水平モードっていうのが、例えばですね、僕も時々めんどくさい時は、そのステーとかついてないバイクでこう撮影するときは、このネックホルダーを使うんですね。で、ネックホルダーで、こんな感じで、ぶら下げてね、こんな感じで、撮影するんですよ。で、その時に、結構傾いてることが多いんですね。でそれは僕はその編集ソフトの方でこう平行になるように調整して編集するんでいいんですけど、それが今度はこいつになると、その水平モードっていうのに入れておけばこう斜めになってても水平で全部撮っててくれるっていうモードがある。これは非常に優しいと。 GoPro で撮った映像をそのまま SNS に上げるような人だとこっちはかなりいいと思う。でハインドサイトっていうのが、15秒と30秒で設定できるんですけど、設定しとけばこの録画ボタンを押した時点から遡って15秒もしくは30秒前のところから、記録されるっていうモードですね。これはなんかまあつけて走ってて、あ今って思った瞬間にピッてやったんじゃ、このオズモアクションじゃもう間に合わないんです。間に合わないんですけど、
GoPro だったら間に合うということですね。じゃあ手放しに GoPro の方が絶対いいんかといえば、これがまたその違う部分があって、オズモアクションのいいところもあって、ここはねやっぱ好みで決められた方がいいんじゃないかなと思うんですね。まず赤字で書いてあるレスポンス、これねタッチパネルのレスポンスがすっごい悪いんですよ。動くな、こう、あ、うん、やっぱ動きが悪いかな。なんでこれがね結構イライラするんですよ、このパネル、あの画面での操作に。その辺に関してはサクサク動いてくれるのはあのオズモアクションの方なんで、でこの後の操作性にもつながるんですけど、その設定の項目とかがすごくオズモアクションの方が簡単だ。なんでパッとこう設定を変えたい時なんかはね、オズモアクションの方がやりやすいと。その代わりいろんな設定というか細かい設定ができるのは GoPro の方ができます。あと問題はね、これバッテリーの蓋、バッテリーの蓋がこうなってて、で取れた、ここにバッテリーが入ってるんですね。でここに充電の差し込み口があるんですよ。給電撮影をしてる時にバイクの時ちょっと不安ですよね、これすっぽり出ちゃうんで。なんでここにテープをするかどうにかするしかないんですけど、僕は今もう注文しました、ウランジからここに蓋があって、ここの差し込み口がくり抜いてある蓋がもう出てたんで、注文はしましたけど、まあいつ来るんだろうね。ここがちょっと今のところ僕の中の問題かなと思ってますね。これはねここのハインドサイトにもつながるんですけど、これやってるとスイッチは入れっぱなしで常に GoPro 自体は撮影を続けてる状態なんですね、記録してないだけで。そうするとバッテリーの消耗がね早いので、 USB から充電しながらカメラをセットしておきたいということなんですね。なんでここのバッテリーの蓋はちょっとバイク乗りながら撮影する人にとってはよろしくない作りになってます。最後これ取り込み、画像の取り込みですね。これを僕今 iPad で編集してるんですけど、 iPad に取り込もうもうまくいかないんですね。で何遍もそのフリーズしたりシャットダウンしたり、iPad 自体がしてしまうんですよ。で最初の頃はその画像自体がもう見れなかったりとか、ちょっと相性が悪いのか僕にもよくわからないんですけど、でこれねここには書いてないんですけど、このほんまにね GoPro 自体がよくフリーズします。なんでもうどうしようもないんで、バッテリー抜いてから電源を落としたりとかしてますね。まあちょっと話それたんですけど、で結局 iPad や iPhone とかで、これを撮影した動画を取り込んで編集しようと思ったら、今のところ僕は GoPro のアプリを使って Wi-Fi 経由で転送してます。それやるとねすごく時間がかかるんで、これがまためんどくさいという状況になってますね。まあちょっと何遍かトライしてみようとは思うんですけど、なんかいい方法があるんじゃないかな、設定が変えればなるとかなるんじゃないかなと思って、だから僕のやり方が悪いのかもしれないんですけど、今の時点ではそういう状況です。カメラに詳しい人はね、僕も全然初心者なんでね、わからないんですよ。だから逆に初心者向けにこう解説していければなと思ってる部分で、これ動画やってるんで、そういう意味ではやっぱオズモアクションの方が気軽に使えるというカメラはやっぱオズモアクションですね。まあカメラに詳しくてちょっと多少難しいことも理解できててっていう人は GoPro の方でいいんじゃないですかね。そんな感じです。詳しい人はね、うちには買いに来ないんで、まあ、初めてカメラをね、バイクに取り付けてみたいんですけどっていう人が多分うちに来ると思うんで、そういう人に向けてレビューしてみました。以上です。またちょっとね、こっち、しばらくは頑張ってこっちを使ってみようと思うんですけど、今もう非常にこっちに戻りたくてしょうがない状態です。まあね、画角とかね、いろんな設定とかができるという強みもあるんですけど、逆にそれが、使いこなせれなければ、非常に使いにくいだけっていう
僕の感想ですね。まあ人それぞれなんで、まあ、参考までにしてください。以上です。さようなら。